個性豊かな社会人の方々が集まったチームだそうです。はい、泣いてありやったら花見月の皆さん、よろしくお願いします。大丈夫、ちゃんと書いておかないと歩けるんで。待ちに待った町民文化、花の江戸に来てみれば、西の東の人が集いで、今日もいなさら恋びく。男は一気に肩を浮からせ、女はあでやかしたたかに、さつきの恋のを吹き流し、祭りの人に燃えずは命。火事の喧嘩は江戸の花、いろはし十七恵みの火消し、燃えゆく火の海、屋根に仁王立ち、まとい片手に果敢に飛び込み、家を壊して火を消して、その身のこなし迷いなし、皆の心に刻むは勇士。花見月の皆さん。